メラ入れたらめっちゃ入れた。やばいな。まあいいとして、どういうことじゃ、キヨキヨでございます。いやー違うわ。改めまして、レインボー和田でございます。で、レインボー和田さんなんですけど、なんと今回、6戦に行っております。ちょっとね、今シーズンね、今動画撮ってんのが、この前日のね、22時とかに撮ってるんですけど、あと17日と18時間あるんですよ。そこで、私、最多トロフィー数に迫る、まあ、最多トロフィーが6282なんで、最多トロフィーに結構迫る6000に大台突入ということでございます。で、ちょっと、周りの人の確認してみると、あれ、ドズゴリ選手 !5900! でも、ドズゴリ、ライキ選手、まあ、多分、WCG とかあって、いろいろこう、トラゲとかあんまできてなかったと思うんでね。はい。っていうか、でも、みんな高いな、トロフィー。え、みんなトロフィー高いな。みんなトロフィー高いっすね。ごめん、みんなトロフィー高えわ。だから、まあ、みんな上がってるから、まあ、僕もその6000にこう、自動的にね、こう、上がりやすくなってますっていうところなんですよ。でもね、僕、はい、見てください、これ。プレイ情報見てもらえばわかるんですけど、ずっとちょっと負けまくりで、もう勝って負けて、勝って負けてをね、さっき1時間ぐらいずーっとリビングでやってて、で、僕、ごめん。ぶっちゃけ言うと、6000に行ってから動画撮りたかったの。だから、6000に行くまで動画、あ、ライバルさん。ちょ、ライバルさん6000見せたるわ、ほら!ライバルさん見てますか ?6000 見せたるわ!よろしく。まさかの、まさかのライバルさん。ライバルさんの YouTube リンクね、動画の説明欄に多分ありますよ。はい。多分あります。よろしく。そう、もうね、だからライバルさんが今5600の方ですよね。だから、どの辺まで行けるのか、キヨキヨと。いうのをちょっと、見せつけたい!ちょっと待ってね。いきなり動画回す、動画回してたってごめんなさい、ライバルさん。許可取らずすいませんでした。うん、ちょっとね、もう試合なんで、もうこれに関しては。これに関してはね、もう試合なんで、もう仕方ない。これはもう、前世、やべ。ちょっと待って、ガチュウチュウ。ああ一発入った一発入った。でも、もう動じてるスタンプ、動じないスタンプ。うわ、ちょっと待って、これ、謎矢の雨だし。ワンチャンあるよ。ドーン。やばい、スパーキーのね、少年が違うんだけど、だけど、ちょっとまずいっすね、これ。はい、やばい。あ、危ねえ俺、これでタワーおられてた、タワーにターゲット取られたら、マジで僕もう泣いてた、マジで。泣いてることはないかもしれないけど。これもうステスで、これは。はい。ぶっちゃけ、あ、待って、スケルトンが、まさかのスケルトンくんが活躍。よしよし、ライバルさん。あれ、僕、ライバルさんとやるの初めてじゃないかな、僕。まさかの、初めて、撮影、ね、初めて、戦うのがない！あ、惜しい惜しい。やだな、バルーンでしょ？バルーンだと集中しないといけない。こう、ガゴムリと、バッ！やばくない？これ。はい！あ！届いて！届いて！おい、ふざけんな、マジ。危ない危ない。いやー、つら、これはね、入んないですよね。うわー、つらいな。ちょっと、ややつらっすね。ややつらってか、かなつらっすね。かなつら、マジ結構かなつら。ふん、うん、パツン。ちょっと、6000の動画関係なくなってんだよね。今、誰も気づいてないと思うけど。右バルーン来た。あ、これも捨てます。オッケー。あー、これも捨てます。ちょっとワンチャンキングおられないようにしないといけないっていう。そういう、ちょっと配慮はね。配慮はしていくんですけど。ふっ！よし。いいな。うまい！センキューセンキューセンキュー！いやー、よかった。ちょっと良かったんじゃないですか、キヨキヨ選手。ちょっと、よくプロ選手がやるやつ、よくプロ選手がやるやつ。グッドゲーム、ありがとう。一回やっと押しときましょう。こう、ウサインボルトみたいにこう。ちょっと謎に、ちょっとライバルさんとやるところを、はい、動画にしてしまいました。すいませんでした。はい。ちょっと、まあ、一旦置いといて、6000行ったところまで、僕実は頑張ってやりました。撮影のために。そう。だから5800とかにさ、いてもさ、ダメじゃん。もう6000行きたいから。
ちょっとドヤ顔したかったんだよ。ということで今日マルチでやってくるんですけど、僕の今の主軸デッキが割とそのジャイスパ、ゴブジャイスパと、まあ普通にキオスパって感じですね。あとたまにロイジャイ使う。うん、ロイジャイが結構強いんだよ。あのやっぱなんか強いんだよ。うん、ちょっとじゃあキオスパでいきますか。ポチン。マジ6000に行くのにほんと大変だったんだよ。あと3勝すれば6000っていうのをもう3、4回ぐらいやったもん、ほんとに。もう、下がって下がって下がってみたいな。うわ、これロイジャイじゃない相手。もうひどい時とか、何回もう、あと1勝、もうマジ5、6回やったからね。で、負けて5890ぐらいになって。もうあれ、もうちょっとね、なんで僕、そんなこだわる必要ないんですよ。こだわっちゃダメなんですけど、本来は。あんまりその、そうすると、そうしないと動画が出なくなっちゃう。うわぁ！マジ？サクちゃん、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 おいー、サクちゃんナイス。これが大人のサクちゃんよ。大人になったサクちゃんは違うよ。やべえな、これなんか嫌だな。よしく。ザップ打つ。うわぁ！やめ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 ！正々堂々と。正々堂々。なーん！なんで！オッケーオッケー、ギリ。あー、これか、甘んじて受けます。甘んじて受けれます。なんか相手今タワーレベル？なんかユニットレベル12じゃなかった。俺もうそういう人にばっか負けんだよ、マジで。マジで。レベル一緒だったら絶対ボコボコにされてるっていうね。もうそういう選手権でしかないんだよね。一回よろしくしといて。あ、待って、ペッカか。まあ、大丈夫か。たまにね、これアッチニさん結構やるのが、ジャイアントこの辺行くじゃないですか。バレルをね、ジャイアントに投げるんですよ。で、ペッカ読みの。いや、ジャイアント、ペッカ読み、ペッカ読みバレルやんだよね。すごいよね。めっちゃかっこいい。でも、それ、これやるとあの、ウィザードに巻き込まれちゃうんで、やらないですけど。さすがにそんなファンキーじゃないよーないよーうぃーいや、あれ、いいな。あれ、これいいな。これいけるな。なんか俺、調子乗りたくなった調子乗りたくなった、このガゴ群れ。いいんじゃない？待って、調子乗って大正解大大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 大正解。やばい、やばい、なんかやっぱ6000いったらちょっとやっぱ人変わるんかな、やっぱり。いい意味で。変わるんじゃない？一回よろしくしといて、もう一回よろしくすると。あ、で、ペッカー逆サイに来てもジャイアントで釣れると。うわ、マジそういう感じ。で、これ一回ちょっと受けと、これで受けといて、これで。まあ。オッケー。これちょっとまずいっすね。これザップこいつと巻き込んでバシンと一発お見舞いしといて、ペッカ、ペッカ逆にね、それ美味しい。ペッカ逆にこうペッカに当て、あのスパーキーに当ててくれると逆になんかそのジャイアントがサクサク入るっていう。あれ、なんか覚醒してるな。いや、もう左捨てますとか言って防衛するんだけどね。いやー、やっちゃうよ、やっちゃうよ。だって4コスでさ、おられんの嫌じゃん。なんかどうせならペッカとか出してほしいみたいな。ちょ、バーゲン的な理論だよね。いや、ちょっとね、安くすんなら、もうちょい安くしてよ、みたいな、そういう感じなんだよ。絶対違うけど。なっ！やべ、あ、ミサ。まあ。やべ、俺待って。俺ちょ、ヤピマルさんに聞いてほしい。リビングにもヤピマルさんいいんだけど、マジで苦戦してたの。1時間ぐらい。ちょっとね、うわ、マジかよ。一気一憂しまくり。勝ったら、うおーとか言って。さっきヤピマルさん、なんか、キュウキさん動画撮ってんのかと思いましたよ、とか言って。僕、それぐらい嬉しかったりしたんですよ。なのに、動画回すと勝てるっていう裏技がある。動画回すと勝てんだよね。もう一回いきます。ポジン。動画回すと勝てるっていう裏技持ってんだよ。うわ！なんか強そうじゃない？あずあざ。あずあざ。よろしく。冗談グローリー。どうしようかな。一回無視、一回無視、一回ガシンガシンだけしといて、なるほど。あ、これやばい、これやばい。ジャイアント間に合わないやつじゃない？これ。ねえ、俺、ミスった、これ。メガゴから出すべきだったね。うわぁ、そういう感じか。マリア、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 マリアさぁ！オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。うわ、30差？いや、これ、ハマりじゃね？これ、ハマりじゃね？え？ワンチャン？あれ、ワンチャンある。待って、ワンチャンある、ワンチャンある！終わった。これ、マジ終わった、ピーポー。終わったピーポー、終わったピー、うわ、終わったピーポー臭い。うわ、終わった。いやー、これ、かなつらっすね。まあ、最小限、最小限。なんか、どっちとも全員削られましたみたいな感じでしょ。30しか。ってことは、なんか、なんも来ない。あ、これいらん、これいらんかったか。
まあ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 、これで相手が逆にザップとかわかんない、そういう系打ってきたら終わっちゃった。音が聞こえなくなった、音が聞こえなくなった、なんでなんでなんで、さあ言うの言うの言うな、ユーネスト、いいいい、言うのも削る。いや、この言うのでも残るやつじゃね、これピピピランド入る系だよね。やだなー、あー痛い、ほらーやだなー。行くか、よろしく。もう俺も知らん、もう知らんがなと。うわ、三重種後ろから来るよな、当たり前のごとく。来たー、よろしく、行きます。うわ、やだ、ほんとやだ、これこの状態が一番やだ。いける、いける、俺は男、パツンパツン入って、ダクプリブレー、うわ、はい、終了します。やばい、これね、ザップ来そう。ケー、オッケーよ、セオリー。つまんないよ、分かって、やべ、4番4番4番じゃない、4番じゃない、4打目。 あ、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、マジでワンチャンある、ワンチャン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 、ワンコ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 、もうやだよ、やだよ、また俺6000下がんの、やだよ、やだよ、やだよ、ほんとにやだ。マイナス26、え、マイナス26はありがたくね。わあ、6009、まだセーフ。僕、前、さっき、あ、さっきとか、めっちゃ前さ、プラス31、マイナス26。これ、マイナス31とか普通にあったんだよね。ちょ、まだまだいきます。じゃ、一回これ、エブーしとこう。ポジ。勝ちてー、勝ちてー、勝ちてー、勝ちてー。勝ちてーよ、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 勝ちてーよ。韓国の方っすね。韓国、前行った時、コーヒーが美味しかったっすね。よろしく。相手もうサメが見てるもんな。オッケー、これよろしくしといて。ロイジャイか、ロイジャイか、ロイジャイか、うん、わかんないっすね、わかんないっす。うわー、なんかよくわかんないっすね。もうこの時点でもう迷宮入りです。はい、迷宮入りです。オッケー、おいしい。何このデッキ、わかんないっす。救急あるある、基本的にはわかんない。撃て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 頼みます。頼みます。頼みます。あれ来ない。まさかなんか圧倒的エリアド、ロイヤル。かなりエリアドが取れている匂いがした。匂いがした！こっち流しといて。あー、でもメカがいい働きするな。いやー、これ今撃ってくれたらもう天と地の差だったな。OK!もう一回、あーうち、ちょっとこれもったいないですけど、バレルで防衛します。オッケー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 、あーギリオッケーギリオッケー、あーセーフ、全然セーフ、全然セーフ。うわ、やだー、なんか完全に相手のペース、もうなんかどっちか捨てよっかな、もう左捨てちゃおうかな。まあなんか4コス単体出しとかだったら捨てないですけど、もう基本的にはもう捨てちゃいますもん。ああ、なるほどね、これはもうし1回、ああ無視した方がよかったな、これは。あれ、オッケーオッケーオッケー、あ、でもこれスケルトン部隊だけでこんなに防衛できたのは美味しい。オッケー、やばい、もったいない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 、うん、やべえ、間に合わんかった。うわー、つら、この業界つらく、マジで、え、この業界つら、いや、この業界つらっ。うわ、これおつれー。
知らん。お、人気とかし、あ、マジか。俺やっぱ限界6000なのかな。言ってて悲しくなったけど。うーわ、いらねえ。うーわ、下がったわ。ちょっとマジか。ヤピマルさん。はい、ですか。ゲームやってるじゃないですか。はい。ちょっと来てください。あれ、ゲーム中ですか。ヤピマルさん。なんだなんだ。ヤピマルさん。なんだなんだ。はい、見てください。これめっちゃトロ上がりましたよ。ほら。え、え、あれ。ちょっと待って。全然本当だって言おうとしてる。なんですかなんですか。ちょっと。はい、なんすか。え、なんすか、なんすか、今のいいなって。なんすか、レインボー和田さん。ちょっと下がっちゃったんですけど、これ。なんすか、ドンマイっすね、もう。ドンマイ。さっき僕の話してください、僕の話。顔映ったら、背高すぎて顔映ったら。僕の話ってなんすか。僕が頑張って話してください。あ、なんかもうずっと、カメラどこ。カメラこれ。あ、ずっとね、そこでね、もう残り3戦をね、イベントを繰り返してるっていう。ほら、痛いでしょ、痛いでしょ。休憩さん見てて、俺は笑ってました。辛そうでしたよ。頑張ってる。もういつ動画撮れるんだろうって思って。そう。言ってたんですよ、ヤピさんにも。6000いったら動画撮るわっつってずっとね。そう。待ってたけど、俺はもう全然ね。ヤピマルさんもだってもう夜遅いのに、救急さんが動画撮り終わってからじゃヤピさんの動画も撮りましょうみたいな話してて。止まるって言いましたよ。寂しそうだからってツイートしてくれツイートしました。ツイートしましたよ。寂しそうなんで止まりますわ。ということでね、今日ちょっと、はい、出ていただいた。ヤピマルさんと、あとライバロリさんのチャンネルリンクをどうするかな、あります。終わりっすか。これ終わりなの。もう負けて終わりましたもん。なまあ、もったいないね。ということで、ぜひとも皆さんも見てみてください。ヤピマルさんもクラロワカレー強いです。チャンネル登録はこちらをポチッ。チャンネル登録していただけますと、僕のモチベーションが急にと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そして、クラロワおすすめ動画ございますんで、まだ見てない方、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。